三陸鉄道36の500系機動車は、かつて、三陸鉄道に在籍した普通列車用機動車である。1994年2月22日に、南リアス線保冷駅付近で発生した、列車脱線転覆事故で廃車となった36から100.200系2両の補充として、同年12月に36から501の1両が、新潟鉄工所で製造された。 JR 九州機ハ125系タイプの警戒機動車ではあるが、車体塗装はアイボリーホワイト地に赤と青のストライプと在来車である36から100.200型との根血を意識したものが採用された。車体は車両前後に運転台と貫通扉を備え、片側に箇所に自動、半自動切り替え可能の客用扉を備えていた。客室内は 車体中央部にボックスシート、その他はロングシートの座席配置で、出入り口付近には車椅子スペース、宮古川の客用扉脇にトイレが設置されていた。冷房は機関直結式の AU26、暖房は温水温風ファン方式で乗務員室に1機、客室内に6機のファンヒーターが備えられていた。機関は DMF13Hz、変速機は 液体式のタク二 -22 から1600で共に、新潟鉄鋼所製。このうち、変速機は、在来車との根血に対応するため、変速弾と直結弾の切り替えは、手動となっていた。常用ブレーキは、D1A 型の自動空気ブレーキで、大荷重装置が備えられていた。台車は、空気バネ装備、二軸駆動の NP-116 で、同台車には、 落葉対策として砂巻き装置が設置されていた。1995年2月より運行を開始した。主に北リアス線で運用されていたが、2009年3月に廃車となり、2012年11月に解体された。ありがとうございます。